実は私たちが思っている以上に様々な病気で障害年金が支給されるということはご存知だったでしょうか。まあ、その一方でですね、まあ、そういった知識がないばかりに、まあ、障害年金本来であればもらえるはずなのに、まあ、受給せずに、まあ、損をしてしまう、そういった例がつきません。ということで今回はですね、この勘違いしやすい障害年金の、まあ、受給要件など、まあ、これらをですねご紹介していきたいと思います。ということで、まずは目次なんですが、まあ、なぜ障害年金やもらい忘れが起こりやすいのか、ここをまずは説明させていただきます。そして障害年金の基礎知識をお伝えして、まあ、障害年金というのはどういうものなのかを理解していただきます。そして、まあ、障害年金の、ね、対象となる病気や怪我、まあ、これをですね知らないがゆえに、まあ、障害年金をもらい忘れてしまうという、まあ、事例がね多発しているということで、ここについて、詳しくお伝えしていきたいと思います。そしてですね、まあ、障害年金の受給要件、まあ、どのようにしたら、まあ、受給することができるのか、そして最後に障害年金いくらもらえるということで、まあ、やはりねどれぐらいの金額がもらえるのか、ここら辺はね、まあ、気になる部分だと思いますので、こちらに関してお伝えしていきたいと思います。ということで、まずはですね、まあ、意外と知識として知られていない、まあ、障害年金ということで、まあ、年金はね、老後にもらえる年金っていうね、まあ、公的年金、まあ、老齢年金っていうのがね、皆さん最初に頭に浮かぶと思うんですが、まあ、実はね、こういった老後にもらえるだけではなく、何かしらのね、障害を負った場合には、まあ、年金をね受け取ることができるという、まあ、こういったね障害年金という制度があります。ですが、まあ、その一方でですね、年金の中でも障害年金はもらい忘れの多い年金というふうに言われています。これはね、まあ、最初にもお話しした通り、まあ、一人にね障害年金がどのような障害病気でもらえるのかっていうところをね、まあ、ほとんどの人がしっかりとねちゃんと理解していないことが原因と言えると思います。まあ、つまりね、こんな病気ではもらえないだろうなっていうような、ね思っているような、まあ、そういった病気であっても、実はですね、まあ、その障害年金を受け取ることができるっていう事例が、まあ、結構ね、多くあったりします。まあ、例えばね、いわゆるがんとかでも、まあ、障害年金がもらえるケースもあるということで、まあ、そういったところをですね、知らないがゆえに、まあ、障害年金もらえるはずなのに、まあ、申請することを忘れてしまって、もらえていない、まあ、そして損してしまうというね、まあ、そういったことが起こりかねないということで、今回はね、こういった障害年金の知識をしっかりと身につけていただきたいなというふうに思います。ということで、まあ、障害年金とはということで、簡単に説明させていただきますが、まあね、障害年金というのはね、皆さんもまあご存知だとは思うんですが、まあ、病気や怪我などが原因で、日常生活や仕事に支障をきたした時に、まあ、生活を保障するために支給される公的年金制度ということで、まあね、日常生活であったり仕事をねすることができないとか、そういった支障をきたした場合に、まあ、セーフティーネットとして、まあ支給される公的年金というふうになっています。で、まあ、ここら辺がね一番勘違いしやすいところも思うんですが、まあ、障害年金をね受給できるっていうふうに言うと、まあ、そういった障害っていうのは、まあ、我々がね一般的に考える手とか足とか目、耳、そういったね、まあ、一般的に障害として頭に浮かぶようなもの、まあ、こういったものでないと、まあ、障害年金が受け取れないというふうにね、まあ、勘違いしている人が多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、例えば手や足が不自由になったとか、目が見えなくなった、そして耳が聞こえなくなった、まあ、こういったものは、まあ、一般的にね障害として認知されているものだと思うんですけれども、まあ、そういったものだけじゃなくて、実はね癌であったり心疾患であったり、まあ、肝疾患、メンタル疾患、まあ、うつとかですね、まあ、こういったものであったりリウマチなど、まあ、こういったものも対象となっています。まあ、もちろんね、これらにかかったら誰でももらえるっていうわけではないんですけれども、まあ、先ほど最初にね書いている通り、まあ、日常生活や仕事にこういった病気によって、まあ、支障をきたす、まあ、そういった状態になった場合には、まあ、しっかりとですね生活を保障するために、まあ、この公的年金としての障害年金が支給されるということですね。ということで、まあね、ここら辺障害年金の対象となる、病気や怪我、これらの種類についてお伝えしていきたいと思います。まず一つ目がですね、まあ、外部障害、まあ、これが一般的な、まあ、皆さんがですね、想像する一番最初の障害かなというふうに思います。まあ、先ほど言った通り目であったり聴覚、視帯、まあ、手とか足とかですね、こういったところの障害、まあ、目が見えないであったり耳が聞こえないであったり、まあ、手足が不自由など、まあ、こういった障害、これを外部障害とよって、まあ、一般的なね障害年金のイメージとなるもの、まあ、これはこの外部障害なんじゃないかなというふうに思います。
そしてですね、2つ目が精神障害ですね。これは先ほども言った通り、統合失調症とかうつ病、そして認知障害、転換、知的障害、発達障害、これらの病気によって、日常の生活であったり、仕事に支障をきたすような場合には実はね、障害年金をもらえるということですね。例えばうつ病で仕事に行くことができなくなったなんていうふうになった場合は、障害年金をもらえる可能性があるということで、こういったところもね、知らないと、やはり、もらい忘れにつながってしまうんじゃないかなというふうに思います。また、内部疾患、これが最後ですね、呼吸器疾患であったり、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液造血器疾患、糖尿病、がんなど、こう言ってしまうとなんかちょっとね、いろいろ複雑だなというふうに思うんですけれども、簡単に言ってしまえば、もう体の中のね、何かしらの疾患であれば、それによってね、日常生活、そして仕事に支障をきたすような状態になったんであれば、それも、障害として認定されてですね、障害年金の対象となる可能性があるということをね、知っておいてください。基本的にはやはり、その外部障害、一番の外部障害、こういったものを、障害年金の対象となる、病気、怪我というふうに思う方が多いと思うんですが、実はね、この精神障害であったり、この内部障害、いわゆる一般的な病気っていうものでも、状態によってはね、障害年金の対象となるということを知ってですね、そしてもしね、こういった病気とかにかかってしまっててですね、そういった中でね、障害年金を受給していないとかね、知らずに受給申請していないみたいなことはあるようであれば、教えてあげるっていう風にすると、喜ばれるんじゃないかなという風に思います。特にですね、もう障害年金、特にっていうか障害年金、こういった公的年金に関しては時効とかっていうのがありますので、早め早めに教えてあげないとですね、そもそももらうことができなくなるという可能性もありますので、周りにね、そういった障害年金の対象となりそうな方がいらっしゃって、そして受け取っていないというような状況であれば、もう教えてあげて、その上でね、受給申請をしてみるといいんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、障害年金の受給要件、こちらを今度はね、お伝えしていきたいと思うんですが、障害年金の受給要件としては、初診日要件、そして保険料納付要件、そして最後に障害認定日要件、この3つがあります。でこれらの、3つの要件をすべて満たすことが必要となります。つまりこの3つの要件をすべて満たした場合、障害年金を受給することができるということですね。でこの初診日要件というものは何かというとですね、障害の原因となった病気、怪我が原因で初めて病院をした日、要するにそういったね、何かしらの障害の元になった病気で病院に行った日、その初診日の時点で、国民年金であったり厚生年金であったり、こういったね、年金制度に加入している、そういったことがまず最初ね、この初診日要件というものになります。そして保険料納付要件というものとしては、この初診日の前々月までに年金保険料に関して3分の1を超えた滞納がないであったり、直近1年以内に保険料の滞納がない、こういったね、保険料をしっかりと納付しているのかという要件があります。そしてこの最後のね、障害認定日要件、これはですね、障害年金の受給を受けることができる、そういった障害の状態にあるかどうか、これを判断する日のことになるんですが、これをね、しっかりと認定されているのかというところがポイントとなるという感じですね。そして、これら3つの要件をすべて満たすことができた場合、障害年金が支給されるということですね。なので、この初診日であったり、障害認定日、そういったね、日っていうのをしっかりとね、把握しておくっていうことが大事になってくるということで、ちょっとね、ややこしかったりするんですけれども、ただね、本来であれば受けれるものを、受け取らないというのはもったいないので、しっかりと、ご自身がね、そういったものを使おうと思う場合は調べてですね、対応していただければというふうに思います。ということで最後にね、障害年金はいくらもらえるのか、この金額の部分、やはり気になる方多いと思うんですけれども、このね、初診日、初めてね、診察を受けた日にですね、厚生年金に加入していた場合にもらえる障害厚生年金、そしてそれ以外のね、障害基礎年金、いわゆるそういった年金区分であったり、障害の度合いを示す等級数、1級、2級、3級っていう感じであるんですけれども、こういったね、等級数によっても変わるということを、まずはね、理解しておいてください。これはね、いわゆる公的年金でも一緒ですよね。厚生年金を受け取る人と、そして国民年金を受け取る人では、やはりね、もらえる金額が変わってくるという感じで、この障害厚生年金と障害基礎年金の関係性はそういった感じでわかると思うんですけれども、そこにね、障害の度合いを示す等級数、こういったものも加わってくるということで、ちょっとね、ややこしくなってくるという感じですね。
ちなみに、国民年金加入者の方は、障害基礎年金が支給されるわけなんですけれども、この年額に関してはね、まあ、1級の方で974,125円、そして2級の場合779,300円というふうになっています。まあ、こちらはね、平成29年度の、数字というふうになっているんですが、まあ、国民年金をね、40年間満額納めた場合にもらえる金額が、まあ、年額でだいたい78万円ということになりますので、まあね、2級の方でその、まあ、老齢の、ね、基礎年金と同じぐらいの金額、そして1級の方になってくると、まあ、そういったものより、まあ、20万円近く多くもらえるというような感じになっているようです。まあ、こういったところから分かる通り、1級と2級だったら1級の方が、まあ、障害の度合いが重いということですね。ただですね、まあ、障害厚生年金、こちらの方はですね、ちょっとね、1級から3級という感じで分かれているんですけれども、まあ、この年額に関しては、まあ、平均収入、そして加入期間などでも変わるということになってきますので、まあ、ちょっとね、一概には言えない、どれぐらいもらえるのかっていうのは言えないという感じですね。まあ、ここら辺はね、厚生年金に関しても大体同じですよね。まあ、もらっている給料であったり、まあ、加入期間、どれぐらいの期間入っているのかによってですね、まあ、もらえる金額が変わるという感じですね。まあ、ただね、まあ、国民年金と厚生年金の関係性からも分かる通り、まあ、やはりね、厚生年金の方が、まあ、多くもらえるというようなね、感じに基本的にはなる感じですね。また、まあ、18歳未満のお子さんがいらっしゃる場合に関しては、まあ、そういったね、扶養家族の加算っていうのも入ってくるので、まあ、さらに増えるという感じになってきます。なので、ちょっとね、まあ、そこら辺に関してはちょっと一概には言えない感じなんですけれども、まあ、結構なね、金額がもらえるっていうことがね、まあ、わかるかなというふうに思いますので、まあ、もしね、自分が対象になるかもとか、あの人対象になるんじゃないっていうふうに思うようなことがあればですね、まあ、自分自身で問い合わせてみたり、まあ、知り合いの方とかがそういった対象になりそうな場合は教えてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回は実はこんな病気でも障害年金支給される、勘違いしやすい3つの受給要件ということでお話しさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあね、実はね、いろんな病気で障害年金、まあ、結構ね、ほぼほぼどんな病気でも障害年金がね、支給されるんじゃないかっていうことがね、分かってきたんじゃないかなというふうに思います。まあ、一方で当然ながら、ご自身のね、生活に支障がきたすとか、まあ、仕事に支障をきたすっていうような状態になっているというのが、まあ、大前提ではあるというふうに知っておくことも大事かなというふうに思います。つまり、まあ、どのような病気とかっていうのは関係なく、まあ、日常のね、生活に支障をきたしたり、まあ、仕事自体に支障をきたして、まあ、働けなくなってお金に困る、まあ、そういった方であれば、まあ、受け取れる可能性があるということをね、知った上でですね、まあ、理解しておくことが大事かなというふうに思います。ということで、今回の動画が役に立ったと思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。